チョンゲウン、チョンゲウン、いやこんなべっぴんさんたちと楽しい夜を過ごせて、なんというか、レイコ、どうした？ほんま、ありがとうございます。よって上沼恵美子のモノマネするのやめて。恥ずかしい上にタイでは伝わらないというダブルパンチだから。ほんま、ありがとうございます。なんか変な日本語覚えちゃってるし。ほら、レイコちゃん、部屋帰るよ。帰る？はい、立って。1、2の、レー、いや、漢文で使う帰り点、1、2、レ点じゃないから。やっと着いた。まったく、旅に来るとすぐはしゃぐんだから。あ、ここはホテル。やっと目覚ました。記憶はある？あるけど。やだ、私ったらまた酔っ払って。もう酒癖の癖強すぎるって。綾瀬はるかのモノマネしてた。めちゃくちゃ美化されてない？コテコテの関西弁喋ってましたけど。異国の地では気を引き締めないといけないのに。まあ開放的になるのも仕方ないよ。明日からも予定は盛りだくさんだし、今日はもう寝よっか。そうだね。とはいえ、二人で寝るなんてやっぱり恥ずかしい。そういえばさ、ん？私、化粧落としてるから寝起きブスだけど、びっくりしないでね。しないよ。それにどんな姿でも玲子ちゃんは可愛いよ。なんでわかるのよ。見たこともないくせに。そんなに変わるの？変わるよ。もう目とか鼻とかが。まあそりゃ多少はさ。入れ替わったり。いや、服洗いしてる？化粧で変わる限界超えてない？あと、まつげはほぼなくて。だから気にしないって。代わりに松茸が生えてて。やっぱ気になるんだけど。収穫の秋ここに到来？コンタクトも取ったから目が悪くて。そりゃ寝るとき時は仕方ないよ。イラついて唾吐きかけるかも。いや、視力じゃなくて柄が悪くなるタイプ。ブレイキングダウンの応募用紙持ってこようか。だから本当、びっくりしないでね。分かった。じゃあレイコちゃんが化粧終わるまで顔見ないようにするから、気にしないでいいよ。ごめんね、なんか気を使わせちゃって。全然大丈夫。じゃあおやすみ。うん、おやすみ。そういえばさ、明日の昼何食べる？あー、せっかくだしタイカレーとか。良さそう。じゃあ明日フロントでおすすめ聞いてみよう。オッケー、じゃあおやすみ。うん、おやすみ。ちなみに明日の夕飯は？お休む気ないよね。全然話題途切れないじゃん。ごめん、やっぱ二人で寝るなんて緊張しちゃって。別に何もしないから大丈夫だよ。何もしないって三之助くん、睡眠時無呼吸症候群。呼吸はさすがにさせて。じゃなくて変なことはしないって。変って言ったってその基準は人それぞれでしょ。三之助くんにとっての変って何？それはルートの中身を素因数分解せずに放置するとか。いや、変だけど、早いとこ A ルート B の形にしたいけど、変の基準がそもそも変よ。じゃあ玲子ちゃんにとっての変って何なのさ。それはセンター国語現代文から解くとか。いや、変だけど、古文漢文を先に片付けた方が高得点狙いやすいけど、変の基準がそちらも変だよ。ああ、もう、じゃあルール決めましょう。それなら分かりやすい。何でもいいから早く決めて。まず寝る方向は、ああ、そっぽを向く感じ。お互い内向き。いや、向かい合ってる。そして枕の距離は50。まあそれくらいあれば十分か。マイクロメートル。それキスの距離だよね。50マイクロメートルはほぼ触れてるに等しいよ。ルール破ったら罰を与えるから。どんな罰？パスポートの写真のページを炙り焦がす。もう帰国諦めよう。